皆さんは2択で何か迷ったことはありますか？そう、今回は究極の2択。オレンズネロとオレンズ、AT。どっちを買った方が良いか解説していこうと思います。まず、2つの共通点から解説していこうと思います。2つの大きな共通点は、自動振出し機構を搭載しているという点です。自動振出し機構とは、自動でノックしなくても振が出続け、ノックする必要がなくなる機構です。では、反対に、二つの違う点を見ていきましょう。大きな点としては、重さです。オレンズネロは 17g ですが、オレンズ、AT は 15g です。たった 2g の違いですが、シャーペンにとってはかなり価値、味が変わる点でもあります。二つ目の異なる点は、価格です。オレンズネロは3000円前後なのに、かかわらず、オレンズ、AT は2000円前後です。それではその1000円に、どんな違いが生じ、どちらの方が良いかまで解説していこうと思います。1000円の大きな違いとなる点は、機構の素材です。自動振出し機構の製作において、オレンズネロは金属、オレンズ、AT はその構造にプラスチックが多く使われています。これが 2g の違いなんですね。オレンズ、AT には、デュアルグリップが使用されており、本当に描いてて、滑りにくく、握りやすい。そこの点はオレンズ、AT は素晴らしいと思います。それでは細かい点を見ていきましょう。オレンズたちには、ペン先を収納する機能があります。オレンズネロは少し、ペン先がわずかに残ってしまいますが、オレンズ、AT は、すべて収納することができます。まあこの点はあんまり関係ないですね。二つ目は、キャップを外すときです。オレンズネロはスッと外すことができますか？オレンズ、AT 忘れた音がして、少し残念です。続いてはデザインを見ていきましょう。デザインは、オレンズネロの方は、真っ黒なかっこいいモデルとなっていますが、オレンズ、AT はいろんな色があり、男女問わず使用することができます。この点は好みで分かれますね。書き味は、オレンズネロは重みがあるため、ズレなく安定した初期心地で書くことができ、一方オレンズ、AT は重さが全然違うため、疲れにくく、長期筆記が可能です。以上の点を見て、私が買った方が良いと思う方は、オレンズネロです。理由は超簡単で、オレンズネロの方が、しっかりとした重みかつ、とても書き味が違います。オレンズネロは本当に素晴らしいです。1000円増やしてでも、オレンズネロを買った方がいいと、私は思いました。ただ、感じ方は人それぞれなので、自分に合う方を買った方が良いかと思います。ご視聴ありがとうございました。他にも色々投稿しているので、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントでリクエストしていただければ、ぜひお答えしますので、よろしくお願いいたします。それではまたー。